こんにちは、あやなんです。ほのかです。うるかです。みきぽんです。りさです。女性 YouTuber が選ぶ好感度高い男性 YouTuber 決定戦の結果発表。ついに来ましたね。この日がめちゃめちゃ大変ですよね、集計が。そうですね、ありがとうね。大変。投票してくださった皆さん、はい、ありがとうございます。今回はですね、約50人ぐらいの女性 YouTuber に投票していただきました。すごいね。名前が挙がった男性 YouTuber の数が47人でした。おお、すごい。かなりばらけたんですよね。なんかもうちょっと寄るかなって思ったら、うわって広かったよね。うわっ、うん、でもまだ、はい、私たちのね、うん、票はまだ入れてないよね。そうなんですよ。アドバイザー田中が今ここにいますので、はい、それでは、はい、まず投票数1票の人から、お、片っ端からおめでとうございます。言っていきたいと思います。はい、すごい、めっちゃおる。いきます。はい、フレントくん、クギケンくん、うららさん、わきおさん、サトルン、コマチャンネル、チョメ、エイドくん、気まぐれクク、金子さん、ガブリエルさん、ハヤシンくん。1票ハヤシン1票です。もういっぱい入ってるから、マジ。プロタン、クンさん、堀江陸くん、おお、直木マンショウ、はい、よきき、おい、小葉ソロさん、ブライアンさん、ハローあげあげくん、神西さん、バンビくん、ミノさん、ダンテくん、ステップ、かけやき、ショウ、アツロー、アツボーかと思った。私もアツボーかと思った。デカギンさん、ソーマトランジスタさん、アバンティゼイジ、ジョジョって何これ。あ、じゃじゃん、菊池。トミックネット、以上です。よー、1票、1票が以上です。はい、おめでとうございました。めっちゃ緊張してると思う。やばいね。押し出てないな。ゼロじゃん。何呼ばれたんここ。おいだら。おいだら。ああ、そっかそっか。じゃあ次は2票の人、はい、田中さん発表お願いします。お願いします。これまだ2票ではランキング圏内というか5位以内には入ってないので、うん、2票の人もバババッといきます。はい。エムレナチャンネル M くん、イッくん、ヤッピー、ヒカルさん、ケミオさん。おー、ケミオさん、意外と盲点ってやつ。そうだよね、盲点。セイキンさん、あー、ここで出る。東海哲也くん、おー、水溜りボンドカンタくん、意外ね。マジ。寿司ラーメンリクくん、東海オンエアしばゆくん、おー、2票。2票ですね。これもマスオさん、オルタナ内藤さん、よっち。うん、以上で2票の人終了です。あ、2票でございます。ね、2票もすごい。そうだよ、これだけばらけてるからね。確かに、こんだけいる中から2票、ね、じゃあ1位の人どうなっちゃうんだって。本当に。続いて、はい、こっから5位、4位、すごい、オーダーになったところってことか。いきます。はい、3票、はい、村上千早くん。誰だ。いろんなチームに入ってる人です。あ、へー、これがさっき僕がびっくりした東海としみつくん。あー、妥当じゃないかな。会ったことないんだよね、俺。かわいい。あ、こっから4位の人、4票の人。おお、誰が投票したか言える人は言って、うん、理由も読むみたいな。理由も読みましょう。はい、1人目 DJ 社長さんです。えー、すごい、意外、意外な。DJ 社長さんに投票した人、ゆきりぬさんで。あお、正直最近まで熱恋地球さんの動画あまり見たことがなかったのですが、あの40分にわたった人生観の動画を見てからすごく感動して好きになりました。あれか、有名な動画だ。あれ有名ですよ、めっちゃバズってたやつですよ。DJ 社長おめでとう。ああ、そういうこと。またそからで、おお、会う前はめちゃめちゃ怖いイメージだったけど、会ったら優しいし、初対面のうちに気を使って話をしてくれたりして、そのギャップで好感度上がります。あ、次いきます。はい、瀬戸康史さんです。おお、素晴らしい。サラさん、YouTuber なんですけど、私が YouTuber を始めたきっかけの人。当時は YouTuber という存在を知らなかったんですが、友達に勧められて見てみたら面白くてハマってしまいましたっていうことです。おお、私も瀬戸さんいて、朝日様です。おお、朝日様のチャンスですけども、瀬戸さんがずっと瀬戸さんなところ。これ以上表現できることがあるから。確かに、あのぶれないところがいいですよね。はい、次、こちらも4票、はい、ラファエルさんです。おー、でもラファさんは
すごい紳士、まあそうだね、ですよね。ネオちゃんです。お、はい、本当に優しくて気遣いが素晴らしい方です。うん、ネオの誕生日にもナチュラにプレゼントをいただいた素敵な方です。おお。リックにもあのルブタンの靴。俺はもらったことないんですけどね。もう一名。はい、はい。タマリボンドトミーさんです。おお。ここで出た。そっか。トミーもっと上と出た。私たちのビューティーの仲間であるサーヤと。おお。撮影で一緒になった時、周りへの気配りがすごくて、周りはタクシーに捕まるまでしてくれたり、ロケバスの温度とかまで気にしてくれたり、本当にとっても優しい方だなと思って。思いました。すごい。ね、もっと大丈夫？可愛いからとかね。それだから。マジでご飯一緒にいた時とか会計終わらせといてくれる。マジで。まあ、気づかない間に。やったことない。絶対やんないよ。だいたいまほちゃんがいるから。ね、今日おごりかなって。ねえ。クソジジイ。クソジジイだよ。以上が4位の方々です。でまだ4位か。こっから強豪ってこと？続いて、はい、3位の5票の方々です。3名お、すごい。まず1人目、オルタナチャンネル渋谷ジャパンさん。うれげえ。ほんと多かった。多かった多かった、そうなんだ。すごい多かったです。宇佐谷パイセンから、はい、初めましての時すごく優しく話してくれて、いろいろ和ませてくれた。腕毛が可愛いし癒し。いじっていいやつなんですね。そう、いじっていい。あと穏やか、渋ジャパは。あ、そうなんですか。あ、確かにそうかも。あとくまみきちゃん、うん、ね、おお、動画の音取れてなかったとツイートしたら、アフレコしましょうかと連絡くれた優しっぷりに1票。超優しい。めちゃくちゃ優しい。顔やば。優しいと思ったの。優しい。本当に優しい。ちょっと待って、それは多分好きなんじゃないの。あ、渋ジャパは本当に子供とかも好きだし、多分母性本能とかが強い。優しい。いや、あんな気配どいて。そう。続いて、うん、こちらはウームカズさんです。いや、そりゃ入るわ。カズさん票の意見聞きたいです。驚きちゃんなんですけど、カズさんに入れてて、鉛のある優しい口調で癒される包容力がありそうで、リサさんのために、うん、なんかカメラの設定動画を上げていたのがとても優しいと思いました。確かにそうだよ、うん、GH4 の設定が分かんないっていうふうに言ったら、もうその日ぐらいに上げてましたよ。その日ぐらいに普通の動画で上がってて、絶対田中しないでしょ。あと2人、好評3位でスカイピースジンくんです。おお、スカイピースはエグいんだよね、礼儀の正しさが。コナンちゃんからで、うん、心配になるくらい優しい人、何事も自分のことのように考えて喜ぶときは涙を流してまで喜んでくれる、友達思いなところが素敵。かわいい。3位で、はい、ラスト1人が、うん、禁断ボーイズ田中くんです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。マジ、うん、女たらしだよね。えなんか女好きだからでしょ。田中さんは若い人からの票が多かった。おー、そう。あー、騙されてる騙されてる。下のものにはめっちゃ優しいけど、こういう人にはすごい甘えるんですよ。あ、それはあるかも。お金持ってる人に甘えて何がある。うわ、最低じゃん。何が入ってんの。なんかでも田中さんの理由しょうもないのばっかり。ふざけんなよ。優しい、心がひどい、面倒見がいい、うん、まあだそう。どんな時も気にかけてくれる優しいお兄ちゃんみたいな感じ。ほら、あ、やっぱお兄ちゃんなんだね。ネオちゃん、うん、あー、こんな器ですよ、こんな器。ちょっと黙って黙って。ピッてやる。心心臓のとこピッてやるわけ。今悪いこと言う時間じゃないんだよ。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。じゃあここから、うん、え、あと2位と1位ってこと。2位と1位だね。えぇー、お一人ずつしかいないです。9票まで来ました。おー、すごい。2位誰、2位誰、2位いきますよ、うん、スカイピースのテオくんです。あー、分かるわ、分かる分かる。やっぱ分かる。スカイピースはね、スカイピースよね、コンビか。テオくんは超ポジティブでガンガンみんなと絡んでいくタイプで、うん、あ、そうなんだ。リーダーどっちかっていうと大人しめ。そうか、へー、すごいバランス取れてるんだね。クラスの中の太陽みたいな。うん、どういうか。テオくんに票を入れてるのね。うん、3、4年前に LINE をした時からお互い知ってるんですけど、本当に面倒見もいいし優しい方です。とりあえず人のことを考えて行動してるなって思うし、尊敬しています。はい、じゃあカスちゃんからで、ね、カスちゃん、誰に対しても平等、性格が動画のまま、悩み事を相談したら LINE のノート機能に長すぎる長文のなんか長いメッセージくれました。へー、すごい、すごい仲いいもんね、そこめっちゃいい人なんだ。すごいね。
はい、ということで、栄えある第1回女性 YouTuber に聞く好感度の高い男性 YouTuber、はい、第1位は、はい、ヒカキンさんです。いやと5票の差をつけて14票獲得してます、すごい。いやー、さすがですわ。本当にトップに立つヒカキンさんですね。ヒカキンさん会ったことない人、え、みんな、俺ないんだ。え、ないんだ。ないの。ヒカキン大先生は誰にでも謙虚で火の打ち所がない好感度の高さだと思います。ただの綺麗な人だったら私はあんまりこう信じられない、うん、信じられないし好感度高くないけど、ヒカキンさんはちゃんと人間味もあって、あ、ね、でちゃんと周り、なんだろう、 YouTuber 全体を、 YouTube も全体のことをちゃんと見てるし、ね、あとはもう理由は神様だからとか、ね、やっぱ誰に対しても本当にそうなんですね、うん、いやさすがのヒカキンさんでしたね。いや素晴らしい。でもですよ、ここから、はい、あ、うちらの票だ。いや5票あったら結構揺るぐとこあるよ、うんうんうん、じゃあほのかからいきましょうか。はい、1人目がいっくん、おで2人目がてよくん、おー、3人目田中さん。あーやっぱり。本当に？いっくんはイベントの時ほのかが歌う前に来て観客席で見てくれてた、妹が言ってたのはほのかの出番だったら一番観客席の前に行ってなんかこうやって撮って、で終わったらパーって帰っていったみたいな。へー、行かなくていい時にトレスピットに来てくれたっていう。でもそれも田中さんが来てくれた。まあまあまあ、テオくんはもう最強かな。あー、は最強です。では次、じゃあ私行きます。私一人目がヤキキ、二、うんうん、人目がワキオ、三人目が田中さん。やった。なんで田中さんに最後に。でもこの二人はすごい絡んでるからじゃないですか。ここからないから。そう、ないから。すごい田中さんは面倒見が良くてしょうもない話も聞いてくれるし、ワキオはマジで誰と一緒におっても馴染んで楽しめる。ヨキキはもう絡んで1年ぐらい経ってるんですけど、人のこと悪く言ってるとこ見たことがなくて、素敵、なんかバーってしてる。あ、そうなんだ、面白い、独特で、うん、そう。はい、じゃあ私は1人目、うん、もう王道ヒカキンさんです。いやー、まあまあそうだよ。2人目はボンボン TV のヨッチです。おー、なんか本当に誰にしようかなって迷って、ヘキトラのヘキホーとか、絡みの多い芝生、うん、だけど好感度って考えた時に人としてすごく評価が高いなって思ったのはヨッチ。へー、うん、あの子は頑張り屋さんだし本当にすごいと思う。で3人目は、うん、ガリガリババアことカマジーンでございます。いや、ガリガリババアことカマジーン、両方のまま全然意味がない。両方ことだからね。ガリガリババアことカマジーンことカイト。そうですね、はい、あー、なるほどね。理由は去年のシバナンハウスクリスマスパーティー、そう、クリスマスパーティーで誰よりもこう周りを見て、確かにカメラ回したあれがきっかけですよね。男性でここまで気が使える人初めてです。カイちゃんを家政婦にしたいぐらい本当にいろんなことやってくれたりとか、うん、めちゃくちゃ視野が広いんだよね。そうだし、あとはなんだろうな、うん、優しいよね。でもなんだろう、うん、優しいのもあるし、あと面白いし、うん、で男性としてっていうよりはもう人としてすごいできてる人間だ。どうね。あとね、あと人を傷つけることも絶対しない。止まんない止まんない止まんない。じゃあ次リサさん。はい、私もめっちゃ考えたんだけど、うん、やっぱり一人目はヒカキンさん。はい、ですよね。これはもうお世話になって、理由を言うまでもないね、はい、電話とかも困った時したらすぐ出てくるし、夜でも 3,40 分とかでも来てくる。で、二人目はソラチ。おー、なかったよね。ない、 いなかった。確かに、そう、ソラチってさ超若いじゃん、うん、で結構離れてるんだけど、なんかみんなで遊びに行こうとか誘ってくれる気がある。こっちが誘ったから全然家で全部入りますとか実は言うタイプで、なんか見た目と意外でしょ、うん、だからそのギャップが、それリサさんだからじゃないんですか。いやいや、私可愛いからだろそれ。私以外にもいるから。で3人目がミノちゃん。ミノちゃん、一票入ってましたよね。入ってたね。入ってたんだけど、うん、クレイジーなイメージが結構強いと思うんだけど、2人の時とみんなでいる時が全然違くって、へちゃんとした話ができるみたいな。意外と大人な面とか超大人な面とか意外。私が誘ったのになんか今日来てくれてありがとうってなんか乗ってすぐにあの連絡くれる感じと
かな。優しい。意外といないなって私は思って。確かにギャップ、そのギャップが素敵だなって思って。では最後私ですね。私は一人目は絶対にうんくんです。あー、それ素晴らしい。もううんくんで、うんくんだよ。うんって言ったの。うん、口分かっちゃった。うんくん選んだと思ってた。決めようかなって考えてたのに。うくはヒカキンさん。え、うくはヒカキンさん。神ってこと。うん、あーちゃんの中でね。ヒカキンさんに失礼だからね。うん、確かに。怒らないですね。ああ、それはあるわ。私からしたらもう本当に最高のパートナーとしてのもう一生のパートナーだなっていうね。生まれ変わっても結婚したいって言ってたもん。うん、しかも芝居がおらんとこで言ってたから。ガチだね。感動した。マジで感動した。俺も聞いたやつだ。人の悪口はないじゃん。言わない。そこがいいよね。うん、柴犬とカイちゃん。ああ、そう、ちょっと似てるかもしれない。いや、似てるよね、本当に。うん、私たち気性がすごい激しいじゃん。そうですね。なんか本当にここ気性が荒すぎて、怯える。皆さん分かんないと思いますけど、うん、ここめっちゃ似てるんですよ。好きにやらせてくれる私たちみたいなタイプ。微笑ましい感じで見てくれるよね。じゃあ、二人目、うん、林くん。おお。いやー、お前が初めて会った。すごい背も高くて、自分から声かけてこなかったですよ。でも私が声かけたらもうマスクを外してあみたいな感じで、すごいかっこいいのに全然こういう感じじゃなくて、あ、気だったらしくないと、気だったらしくなくて、こう爽やかにこれじゃんみたいな、すごい腰引く感じだよね。え、マスク外した瞬間どう思った。え、かっこいいって思った。誰もうまくしてます。でもうーくんのいる前で言ってたよね。そう、うーくん隣にいる時に、それなら OK よ。で、うーくんはあーちゃんって言ってる感じ。私一緒に撮る時ももうすごい距離を空けて、なんか失礼のないようにみたいな、芝居ように、ね、そういうのを気遣ってくれたりとかして、すごいいい人だなと思いました。かわいい。そして3人目がトミーです。思ってくると思った。大好きだもんね。うん、そうだよね。大好きです、トミーは。あんまり女の子関係とか広くなさそうなのに、なんか私にはよくしてくれてるって勝手に思ってる。あるよね、距離感。と一番大きいのが柴犬に優しい。あ、それがすごい嬉しいです。めっちゃ優しいね。あとポンスにも優しいよ。そうだよね。なるほど。以上でございます。おー、これ全員出たね。全員出た、うん、全員出たわ。ちょっといいですか。はい、うん、渡辺さんは、渡辺さん誰。真琴くんですけど。わ、真琴渡辺ゼロ票ですか。そうです、ゼロですね。おめでとう。喜んでるモンスも喜んでる。いや、まほっちゃんはマジいい人だよ。でも、好感度と言ったら絶対違う。違う。あんなに頭下げてたのに1票も入ってないですよ。あの動画出したからこそ入れちゃいけない感出たかもしれない、ね、確かに。いや、これ振りでしょみたいな感じになってたかも。でも、まほっちゃん、うちの総選挙で2年連続1位だったから。まあ、遠くから見てたら綺麗なのかも。近すぎるとさ、友達すぎてなの、うん、はい、じゃあというわけで無事に選挙終わりましたね。楽しかった。楽しかった。勝手に名前出させてもらってありがとうございました。会ってみたくなった、うん、ってない。そう、いろんなエピソードが聞けて、うん、あ、この人と関わってみたいなっていう風に思った。分かる、うん、でも逆にさ、男性 YouTuber からの男性人気、うん、人気とかも見てみたい。あ、全然変わりそう。あ、確かに。禁断でやってよ。男の男、うん、男の男と女の女はリアルしか出ない。女の女ってなんかちょっとなんか女気になる。確かに。怖い。私の怖いよ。殺し合いでしょ。いや、もう怖いよ。怖いやつに入るじゃん、そんな。ちょっとね。ではこの1位に輝いたヒカキンさんに料理を作っていいのかな。オッケーオッケーオッケー。いけるほんとに。よくいけるいける。じゃあヒカキンさんにお料理作りに行きます。今作ってほしいって時に作りに来ます。全然あの絡みたくなかったら本当に。はい、はい、栄養のある。はい、そうですね。なんかいつもコンビニの弁当とか結構食べてるイメージがありますよね。キングがキングでいるための飯を作る。そうですね。そうですね。ゆうかちゃんが若干震えても作られへんとか。そう、ゆうかちゃんご飯大丈夫なの？コメントめっちゃ書かれてたけど。確かに。ゆうさんにぶっ飛ばされるかもしれない。大丈夫大丈夫、優しいから。まあこの5人で行かせていただきますので。お時間あるときによろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで来てくださって皆さんありがとうございました。ありがとうございます。ありがとう。じゃあまた来年をお楽しみということで、今回終わりにしたいと思います。今日も見てくれてありがとうございました。
面白かったな、なんだこれすごいなって人はチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。みんなのチャンネルリンクはこちらから貼っておりますので、よろしくお願いします。後ろでしたね。でもコメントもいっぱいよろしくお願いします。というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。せーの、